私が納車をしまして24時間以内にある3つのことをいたしました。今日はそんな動画になります。皆さんこんにちは。今日の動画はですね、この新型アルファード、今日は室内から動画を回させていただいております。納車をしまして24時間以内に私ある3つのことをさせていただきました。今日はですね、皆様にその3つのご紹介をさせていただきます。よろしくお願いいたします。さて、この3つというのは決してアルファードに限ったことだけではないんですけれども、私ですね、アルベルの車歴というのが30の前期のベルファイア、30の後期のアルファードの白、そして30後期のアルファードの黒ということで、過去3台このような車に乗らせていただきました。そしてさすがに3台も乗ればですね、この車の良いところ、そうでないところ、そして何よりも傷が一番つくところっていうのが、だいたい今回40のこのアルファードを納車しまして、そこがもうすでに気になっておりましたので、早速傷防止のあるアイテムをさせていただきました。自分で運転していてもどうしても靴で傷をつけてしまうっていうことが意外と多いんですね。そしてこの車、特にですね、いろんな人を乗せる機会が非常に多いと思われます。そうしますとですね、どうしてもですね、いろんなところに傷がついちゃうんですね。で、今日まず1つ目のご紹介したいというところが、実はこのテープなんですね。白と黒を購入させていただきました。で、白はですね、前回のクラウンで使っていたテープ、そして今回はアルファード用にこの黒いカーボン調のテープ、これを購入させていただきました。このシールのいいところは、5メーター巻きで、これはこの幅がですね、5センチ、50ミリなんですけれども、ハサミで切って非常に女性でも簡単に貼れるっていうところがポイントなんです。例えばこういうところなんですけれども、リアシートに人が乗ることって多いと思うんですね。そして、はい。まずは1段目ここに足を踏みまして、2段目ここに来るんですけれども、今たまたま隠れちゃってますけれども、はい、ここ1枚貼っております。お分かりになりますでしょうか。これカーボン調のテープなんですけれども、プロテクションフィルムとかね、皆さんお聞きしたことあると思うんですけれども、そのテープの中でも経験上、私これすごい貼りやすいんですね。いいところは2つありまして、貼りやすい、そして2つ目は剥がしやすい、プラス剥がしてもですね、これ乗り跡が残らないんですね。なので少々失敗しても非常にいいんですね。そして今この画角の中に今3箇所貼っております。お分かりでしょうか。1つ目は、はい、1つ目のここですね。で、2つ目はこちらです。黒に黒、分かりにくいですよね。これはちなみにツヤありのカーボンです。こういうところって乗り降りの時に足で蹴っちゃうんですね。そして、はい、こちら、ここもそうです。これカメラ越しではこの色の差ってよく出てると思うんですけれども、実は裸眼で見ると全然気にならないレベルになります。こういうところって物が当たったり、カバンをゴンと当たったりとかいうところで、こういうところがすごく傷がつくんです。特にこういう樹脂系というのは白く傷がついちゃうんですね。で、今のこのテープ、5メーター巻きで1500円です。 Amazon で売ってます。で、あと、はい、こちら、今こちらは貼っております、こちらは貼っておりません。これ全3モデルずっと気になっておりまして、ここというのが実際こういうものを置いたりとかですね、
いろいろガチャガチャ当たるところになりまして、ものすごくここツヤがありますので傷がものすごく目立つんです。でこれを普通に切りまして簡単に貼れるんですね。例えばですけれども、ここ一つやってみましょうか。はい、テープがありまして、おおよその長さで合わしまして、はい、ハサミで切りました。はい、簡単にスーッと貼れます。こんな感じで貼れました。細かい性格の人はもっとね、綺麗に貼れると思います。そして何が言いたいかというと、非常に貼りやすい、失敗に対しても強いというところなんですね。そしてここというのが一番ね、足をかけるところなので、ここ2段、こういうふうにステップ乗るんですね。なのでここ絶対傷つくところなんです。プラス盲点なのがここに足をかける。これはもう普通にかけます。なので、はい、ここが傷つくんです。傷のつきにくい素材ではありますけれども、例えば砂浜の時とか砂利のとこ、足の底に石がついていて、そのまま噛み込んだまま踏むと一気にこれは傷がつきます。なので今のテープを長く切りまして、半分にしました。はい、今テープを乗っけただけです。そしてこの下に敷き込むような感じにして、はい、こんな感じで、はい、こんな感じで貼れました。でこのテープも当然傷がつくので、傷がついたらもうすぐに簡単に DIY ハサミ1本でできますので、簡単に貼り替えができます。はい、これで簡単な2つカーボン調のステップに変わりました。もう一度言います。もっと几帳面な人はもっと綺麗に貼れますからね。まずは1つ目になりますけれども、はい、こちらカーボン調のテープ、一応リンクを貼らせていただきますので、これはもうアルファードに限らずね、車が新しいうちにやっぱり傷はつけたくないもんですから、非常にコストも施工も楽、貼り直しも簡単ということで、結構僕の中では神アイテムだと思っております。これがまず一つ目のご紹介になります。二つ目のご紹介になります。それはですね、防犯グッズになります。はい、私はたまたまこういうハンドルロックというのを付けさせていただきました。これ防犯グッズで、このアイテムの紹介というわけではないんですけれども、やはりこのアルファード、日本全国でもう台数が非常に少ないです。ご存知ですよね。で、噂になっておりましたけれども、1台目のアルファードがあるオークションに出されて2000万を超えたらしいです。で、この2023年8月末現在の平均相場が1000万はやっぱり超えているみたいです。それだけ品数、台数がとても少ないので、いたずらだとかやっぱりそういう状況考えられますので、防犯アイテムというのはないよりあった方がいいです。つけたからといって決して安全というわけではないんですけれども、これはもう皆さん自己責任で、まあ守れるだけはちょっと頑張ってね、いろんなね、こういうグッズが売っておりますので、一つ二つはですね、僕はつけといた方が良いかなと思います。ちなみにこれもリンク貼らせてもらいます。これで今 Amazon で7000円弱ぐらいのやつでした。そして最後3つ目なんですけれども、納車時にもですね、一つね、ポンと営業さんからも確認あったんですけれども、車両保険です。で、私の中での車両保険というのは、万が一事故を起こしてしまった時、自損をしてしまった時、自分の車を保険で直すという保険だったんですね。やはり噂に聞きますと、盗難が数台出ているらしいです。それを踏まえまして、やはりこれだけ高い車、もう高い車、もう世の中当然レクサスからベンツからね、もちろんアルファードもそうですし、そういうね、盗難というのがやっぱり噂で聞きますので、そして今回3つ目というのが、やはり車両保険です。いや、車両保険高いんだよ。そうなんです、高いんですよ。ただまあここはですね、もう自分を守るというね、最大限のお金のかけ方にはなるんですけれども、僕はこの3つ目の車両保険を満額で入らさせていただきました。ということで、まあ、私がですね、
このアルファードを購入して24時間以内にねしたことというのが、傷防止、防犯グッズ、そして車両保険ということで、今日は私の3つのご紹介になりました。皆さん今日もありがとうございました。ではバイビー。